さあ今週も始まりましたウィークリー DDT ニュース。 MC は私 DDT プロレスリングリングアナウンサー加藤健、そしてコメンテーターはこちらおなじみ DDT の母三田佐代子さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。前回の DDT の母って言った時に私がウルトラの母ポイズをしたんだけれど、多分あんまり伝わってないっていう反省がありましたので ね、 いやいやいや、もういろいろなの若い世代にも訴えていきたいと思いますから ね、 そ う、 ですね、そういうのがあったんですよね。はい、さあ今週はですね、なんといっても大天地横浜武道館大会の模様をお届けするわけですけども、皆さん DDT 初上陸となりました。そうですね、はい、横浜武道館ビッグマッチいかがだったでしょうか。綺麗ですよね。綺麗な大会だったし、はい、あのビジョンも綺麗だったし、はい、あのすごく見やすい会場だったし、まあ、なんといってもなんかすごいいろんなことがあって、はい、平たく言ってこれ翌日に撮ってます、はいはい、なのでまだそのいろんな興奮とか驚きがですね、もう消化しきれてないぐらいパイパイになっております。熱がそのままの状態で今喋れますからね。はい、はい、さあそんなわけでですね、ウィークリー DDT ニュース 5.1 横浜武道館大会の試合の模様をダイジェストでご覧いただきましょう。どうぞ。春のビッグマッチ5月1日横浜武道館大会、オープニングマッチで青木真也に挑んだ小島桃井は番狂わせをやってのけようとのっけからエンジン全開、ドロップキックを連発するとレックラリアートを見舞いしてカウントを迫ります。カウント2で返されてもそのままスリーパーホールドへ、同締め式にそのまま移行しますが、関節技職人青木が小島の足を絡め取り、あっという間に逆転一本勝ちを収めました。第2試合では KOD 10人タッグ選手権試合、3月の両国大会で新王者となったポイズン率いる DDT レジェンド軍、初防衛戦ではポイズンの呪文が逆利用されるもなんとかピンチを脱出。平田がお株を奪う呪文を披露しても、ポイズンが強烈なツッコミ、ハイアングルチョークスラムで叩きつけるやキャトルミューティレーションを完成させ、レジェンド軍がベルトを守り抜きました。第3試合は赤い岡谷組対雪日勝又組、前回のビッグマッチ同様赤いと雪日が激しい襲撃戦を繰り広げたこの試合、岡谷と勝又の攻防でも女の意地と意地がぶつかります。その後なんとか勝機を引き寄せた勝又は整えスプラッシュをズバリ、岡谷を撃破してリングを降りると、入場ゲートから現れたのは女子ハードコアデスマッチユニットプロミネンス。おい勝又、すみませんでした。こいつとここで試合を組んでもらうまでは許さねえからな、覚悟しとけよ。第4試合はフェロモンズと今林 GM の最終決着戦、フェロモンズ討伐のリングに上がった今林 GM は音敵リーノに果敢に立ち向かっていきますが、力の差は歴然。追い込まれた GM を奮い立たせたのはこの一戦を見守っていた息子たち。自力でサブミッションから抜け出すと、頼もしいパートナーアキラが援護、執念のジャックナイフ固めで泥臭くスリーカウントを奪いました。俺からお前らに一つ要求が、エクストリームのベルトに挑戦させろ。挑戦すんな俺じゃねえよ、ここにいるアキラだよ。では両者の合意がありましたので、6
続いては第5試合、ダムネーション TA の新メンバー X はパーカーのフードを深々とかぶり入場。その正体は、すまない、新メンバーミスター X、 カモン、カモン、レッツメイ。ダークマッチにも登場したカノンが衝撃のダムネーション入り。コスチュームだけでなくファイトスタイルまで一変したカノンはダムネーション流のラフファイト、コンビネーションにも順応しカリスマをアシスト。佐々木は一発逆転を狙った高尾に捕まったものの、レフリーを巻き込んでジントニックを阻止。ここでポーが椅子をリングに入れるとカノンがフルスイング。すかさず佐々木がクロスフェイスで締め上げ、ダムネーション TA が完全勝利を収めました。するとそこに現れたのはプロレスリングノアの剣王。おい、DDT のな、おい、学芸会のようなプロレスを見て、てめえら楽しかったか。おい、高津三四郎、6月のサイバーファイトフェス、俺とシングルマッチやれ。あんな三流レスラーは、相手しないでよ。DDT 最高峰のレスラー佐々木大輔と、おい、シングルマッチでどうだ、お前、おい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 、佐々木大輔、おい、高木がな、おい、三流レスラー、てめえの目も不思議なか、おい、高木が三流レスラーなんかじゃねえぞ、五流のレスラーなんかでもねえぞ、あんなやつな、レスラーじゃねえんだよ。おい、佐々木、TDT で唯一、てめえだけはまともだと思ってたけど、てめえも DDT に染まってんだな。おい、いいぞ、おい、まずは佐々木大輔、お前とシングルマッチで、てめえを倒してやるからな。はい、といったわけで、前半の部分を見ていただきまして、まあ、まだいっぱいありますんで ね、 ありますからね。前半なんですけども、なんといっても驚いたのが、ダムネーション TA の X が、あのダークマッチで、そう、興梠選手と爽やかな試合をしていた、そうなんですよ、カノン選手だったという。でも、はい、ダムネーションといえばかつて佐々木大輔選手は、まあ、今の遠藤哲也選手を、まあ、育てたと言っては ね、 そうですね、はい、語弊があるかもしれませんけれど、やっぱりそれに匹敵する存在であると思うので、はい、カノン選手がこれからいろんなことを覚えて、そうなんですよね、だからあのカノン選手がどう化けていくのかと、いうとこ、期待でございます。さあ、そしてもうこの試合ちょっといろいろありすぎましたね。え、カノン選手は、はい、と思っていたら、うわーってなってたら赤いジャージの人が来た。そうなんですよ、赤いジャージの人、プロレスリングノアの剣王選手が現れまして、はい、ね、最初は、高木三四郎とシングルをやらせろという話だったんですよ ね、 ね、まあまあまあ、これはだって佐々木大輔選手はダムネーション TA の試合で勝った後ですから、うんうん、それは佐々木大輔選手からしたら、なんだお前ってなります。なりますよ ね、 ね、で、お互いで高木三四郎が三流か五流か言い争うっていう謎な展開だったんですけど、はい、結果的にこれは佐々木選手と剣王選手がシングルをやるってことになったんですよね。そうですね、これ決定いたしました、6.1 に、埼玉スーパーアリーナ、サイバーファイトフェスで、佐々木大輔対剣王の、うん、
シングルマッチが決定ということで、楽しみですよ。これはちょっとワクワクしますね。シングルですからね。ねえ、そうなんですよ、はい、ただ三流だ五流だを、はい、裏で高木さんはどういう気持ちで聞いてたんでしょうか、はい、そこ言われっぱなしですからね。そうなんですよね、言われっぱなしなんですけれどもね、おいおいって出てきもしなかったわけですから、うん、気になったんじゃないでしょうか、はい、さあそして、その他の試合でございますが、やっぱりもうねこのウィークリー DDT ニュースで散々お話ししておりました、ヘロモンズと今林 GM の最終決着戦ございましたけども、はい、皆さんいかがでしたか。これはでも、はい、めでたしめでたしでいいんですかね。これは決着はついた、どうなんでしょう、終わりなのかそれとも To be continue なのか、うん、まあただ今林さんは体を張って、はい、やっぱりお父さんの素晴らしいところをですね息子さんに見せることができたと、はい、だけど坊ちゃんと何だろう、はい、奥様の目の前でまあまああられもない感じになっていて、ええ、ちょっとまあまあ明君と悟君こうシャメ取ったりしてましたけどね。でもすごく楽しそうにされてたよね。そうなんです、泣かれたりしたらどうしようと思ってましたよ。私も正直そしたら楽しんでらっしゃるの。そうですね、やっぱりレスラーのレスラーじゃないけれどね、はい、まあ、レスラーとあえて言いますけどレスラーの家族って強いなと思いましたよ、はい、やっぱりね今林久也という人はすごい人だなというふうに思いました ね、はい、さあこれまだ前半ですからね。まだまだございますんでね、はい、それではね続いて 5.1 横浜武道館大会後半部分ご覧ください、どうぞ。第6試合のスペシャルタッグマッチでは3年ぶりの DDT 参戦となる佐藤光が戦友坂口幸男と再会、かつて KOD タッグのベルトを共に巻いた2人が壮絶な打撃戦を繰り広げると、水車落としを阻止した坂口がさっきみなぎる連打で優勢に、続いた樋口はモンスター級のパワーで畳みかけていきます。樋口は原島との対戦でも勢いは衰えず、ブレンクローから強引に押し込んでカウント3、スペシャルマッチの主役を強奪しました。第7試合は DDT ユニバーサル選手権試合、王者マオがアスカを迎え撃った一戦はマオが予告した3分70秒勝利が不発に終わったものの、アスカの猛攻を耐え抜き V2 へと突き進みます。旋風脚で勝機を引き寄せると、渾身の昇天、さらにみちのくドライバー2を突き刺しカバーへ、カウント2でアスカが肩を上げても最終壁キャノンボール450で見事2度目の防衛に成功、王座戦を通じて絆が生まれた2人はがっちり握手を交わしました。セミファイナルは KOD タッグ選手権試合、王者クリス高梨組がバーニングの秋山岡田組と激突、2度目の防衛戦となる CDK はチームワークでピンチを乗り越えるとレフェリーを巻き込む戦法でチャレンジャーチームを翻弄します。クリスのトップロープ越えスタナーが決まり、追撃はレフェリーに投げさせるシットダウンパワーボム、すると戦前からレフェリーを巻き込んだファイトに怒りをあらわにしていた秋山が鬼と化します。高梨を捉えて急角度バックドロップ、息を吹き返した岡田はダイビングヘッドバットを投下しカバーへ、これはカウント 2.9、 ならばと奥の手サドンデスを敢行した岡田でしたが、高梨がくるりとフォールを返し3カウントをもぎ取りました。試合後3度目の防衛を飾った CDK の前に現れたのは、そのあえての KOD タッグにあえての
マオアスカで挑戦させてください。よろしくお願いします。ちょっとだけ、俺の要望を聞いてくれないか。お前の持つそのベルトにクリス、今回は俺が行くよ。メインイベントは KOD 無差別級選手権試合。竹下不在という状況で開催された春の横浜ビッグマッチ。メインを務めた遠藤対上野。 DDT の未来を担う運命の一戦はハイレベルな攻防の末、かろうじてチャンピオンが優勢に。変形の片翼の天使は上野が意地のキックアウト。それでも遠藤は攻撃の手を緩めず、バーニングスタープレスを敢行。30分超えの熱戦を制し、虎の子のベルトを死守しました。俺はこのベルトを防衛し続けて、もっともっと DDT をかき回して面白くしていくんで、お前ら DDT の遠藤哲也から目を離すな。はい、後半部分見ていただきましたけれども、まあ後半はですね、主にタイトルマッチが、たくさん行われましたけれど、真央選手と飛鳥選手のこの、はい、ユニバーサル王座っていうのもね、うんうん、はい、すごかったですね。すごかったですね。やっぱり2人のこうプロレス心といいますかね、はい、その辺がどんどんこう積み重なっていくような感じで、一瞬ハードコアになれかけたけれど、やっぱりレフリーがいる前ではできないと。そうですね、はい、何でもできちゃいますからね。そうなんですよね。発想力豊かだし、それをちゃんと実行できる、はい、体とポテンシャルがあるっていうのは素晴らしいな。 ね、素晴らしい一戦でございました。まあそしてですね、まあ KOD タッグ王座、こちらもですね、もう会見、それから SNS でもうあれにあれてピリピリしてて、はい、当日を迎えたわけですけども、この試合ずっとね、今まで基礎レフリーを使っていろいろやってたっていうのもあって、松井レフリーでしたね。松井さんでしたね、この試合は ね、そう、はい、それが一つのね鍵になってくるなと思ったんですけど、はい、こうあえてなのか、こう松井レフリーをねちょっと使うようなシーンもあった。使いましたよ、ね、使ったね、そんなところもあったんだけど、最後は本当に岡田選手のサドンデス完璧に決まったかと思ったところで、そうですね、あそこをくるっと、ね、丸め返すというところがね、高梨選手のもう本当技術だと思いますけれども、はい、で KOD タッグの次期挑戦者が、その1試合前にユニバーサルを戦われた真央選手と飛鳥選手がタッグを組んで挑戦すると、うんうん、いいですよ、いいタッグチームじゃないですか、ね、ワクワクしますよ、同郷で、そうそう、でまあお互いハイフライヤーで、うん、はいはい、ハードコアで、ハードコアもできて、うん、共通項なんかね、いっぱいある2人、はい、やっぱり一度こうねぶつかり合うと、またより絆が深くなったということですかね、はい、が挑戦が決まったんですが、さすがね、このお二人、高梨選手、クリス・ブルック選手もすぐに OK というわけではなく、じゃあお前のユニバーサルに挑戦させろということで、はい、これもまた注目なんですが、真央選手と高梨選手のいいですね、いいシングルですよね、え、うん、DDT ユニバーサルが決まったということで、はい、そしてなんといってもやっぱりもうメインイベントでございます。もう無差別級王座でしたけども、はい、本当に試合の前からもう楽しいだけじゃダメなんだよ、うん、上野という遠藤選手と、自分はやっぱり楽しんで勝ちたいと、そのこの試合が響いてないんだったら、それは挑戦者じゃなくてチャンピオンはあなたのせいよではあるんですよって、こう結構上野選手が言い返すんですよね、はい、あれがねすごいなと思ってたんですけど、まあ、結果的には素晴らしい試合の末、遠藤選手が勝利をして、うん、はい、遠藤選手が最後にお前悔しいかっていうふうに、それをね、はい、自分の口で言うんだよっていうふうに問いかけてたのがとっても印象的でしたね。そうですね、で、まあこちらの無差別級の方はちょっとまだ次期挑戦者は特に決まってなく、はい、なのででもこの後キングオブ DDT が始まりますからね、しますからね、ます、はい、一体誰が、次期挑戦者に名乗りを上げるのかと、いうことでございます。まあだいぶ駆け足で、はい、5.1 横浜武道館大会、振り返ってみましたけど、
もうこれはね、ぜひですね、がっちりと全部見ていただきたいなと思いますので、ぜひですね、レッスルユニバースの方、皆さん今2週間無料トライアルっていうのやってるんで、今ならね、そうなんです、今この時期に入ると結構このゴールデンウィークのいろんなのありますので、ちょっとね、もうぜひお試しでいいので2週間入ってみてください。そしたらこの 5.1 横浜武道館もですね、全部見れますので、はい、よろしくお願いいたします。あとね、昨日横浜武道館からこの DVD の25周年誌っていうのが発売されまして、はい、もうね、本当に懐かしいお写真がいっぱいあって、はい、私はね、もう本当にこれに思い入れがあって、この最初の両国大会の時の色が若干違う電飾で、電飾、はい、覚えてる方は当然覚えてると思うし、覚えてない方は一体何なんだろうっていうのをね、各選手、それから各関係者がいろいろアンケートに答えていて、私もこの電飾についてちょっと書いたりしていますので、はい、たっぷり読み応えがあるので、懐かしい人は懐かしく、新しいファンはね、いろいろ昔を知っていただける、こういう風な始まりがあったんだっていうのを、最近のファンの方もね、ぜひ読んでいただきたいなと思います。はい、それでは今週も、今林 GM 感動した不採用しか勝たんという方を、はい、チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。ウィークリー DDT ニュース、また来週お会いいたしましょう。どうもありがとうございました。バイバイ。